どうも、ピヨキングです。今日はですね、世界のコースやっていきましょう。いつものごとく動画の最初はですね、サラダさんが作った人画面コースやっていきたいと思います。で、このコースはですね、詳しく見てみるとさ、ファイヤーフラワーの後ろにさ、なんかゴールのバーがちょっと見えるんだよな。それでクリア率がね 1.32% なんですよ。どんな感じなんだろうね。っていうか、ファイヤーフラワーの上まで上がれんくない？ちょっと気になるんでやっていきますか。一発マリオ32。さて、これは上に登れって感じでしょ。どんな感じで上に登るんだろうね。ちょっと待ってね。ほっ、あ、やっぱ無理じゃん。普通には無理か。っていうことはどうすればいいんだろう。多分これ3段ジャンプするときにさ、この一番下にあるバネに当たらないけんと思うんですよね。よし、来たよし、それじゃあ今回もですね、人気ランキング、とても難しいの全期間ランキングを遊んでいきたいと思います。さて、どんどんいきましょう。今度は22、ジャンプキングチャージングアップ。これもさっきと一緒で、なんかジャンプゲーだと思うんですよね。マリオってもともとジャンプゲーだしね。じゃあこのまま右上に行きますか。で、これはハーブロック投げて、ちょっと待って、怖っ、ここめっちゃ怖っ。いや、大丈夫大丈夫、危ねえで、これは左、こっち、オッケーオッケーオッケー。で、リフトに乗っていく。そんな難しくないね、これ。で、ジャンプ右で左、コインの通り行けばいいと思うんですよ。で、これパワーブロック持っていこうか。パワーブロック持っていって、こっち渡るみたいな。で、投げる、よしこれ一発ですよ。なかなかね、うまいと思うんですよ。そして今度はこの大砲に乗っていきます。で、ジャンプ、はい。いや、見えんところはずるいよね。上にさ、パックン、ブラパがいるんですけど、これ見えんかったらちょっとずるいよねジャンプしてもわからんもんね。これはちょっと待って、あ、なるほど、これか。よし、キラー乗っていけばよかったのね。よし、落ち着いていこう。ジャンプ、オッケー。で、今度またキラーを踏んでいけばいいのかな。キラーなんか重要っぽい。やっぱり読みが当たりました。で、これを投げる、パウブロック投げて、この大砲踏んでいきます。ほいほいほい楽しすぎるやばい、楽しすぎてやばい久々だったらね、ほんと世界のコースって楽しいんですよ。みんなでバトルやってるってね、負けてちょっとね、なんかイライラするっていうのがあるかと思うんですけれども、やられました。やられすぎてちょっと病んでしまってる皆さん、たまに世界のコースやってみると非常に楽しいですよ。バトルの方がね、面白いっていう方ね、たくさんいると思うんですよ。で、これはクリボーを踏んで右のリフトね、オッケー。クリボーはなちゃん。そしてこれは2回踏むパトゥーン。よし、オッケー。よし、いいねいいね。あ、もうゴール近い、もうゴール近いよ。いや、これでゴールでしょ。で、ジャンプいけ、よっしゃありがとう。さて、次のコース、スカルプルフラットフォーマー 3-1。これはですね、スキルフルプラットフォーマー、どっちで、これ最初にサムネにあった通りですね、ドクロコースターが見えたんですよ。これで、このまま左に行って、これ持っていくみたいな。オッケー。そして、あ、このブラパね。で、ジャンプで、いいね。こういうの非常に楽しいですね、やっぱり。やっぱこのコースはドクロコースターと一緒に行くようなステージだと思うんですよ。じゃん、オッケーこのドクロコースターと一緒に行くコースって本当にね、非常に楽しいんですよ。ちょっとね、難易度が高いんですけれども、やっぱドクロコースターに合わせなきゃいけないしね。で、このままジャンプしていく。オッケーオッケーオッケー。いや、間に合うか。よし、オッケー。で、このまま青リフトに乗っていく。で、大砲でしょ。いや、楽しいやばいやばい。ちょっと待って、こんな感じ。ジャンプ、いや、いける。ほっ、よっしゃ最高。これもう作った人天才すぎ。危な、待って、これ上のパックン倒さないけんでしょ。いやー、中間ポイント取ったし、こっから始めれるわけなんですけれども、左上のさっきね、パウブロックを忘れてたんで、このまんま続けていきましょう。うわ、今度青じゃん、青リフトじゃん。大丈夫、ちょっと待って、ガッ。いや、いけるか、これは一発でいけるのか。一発でやっぱ無理青ドクロさ、めっちゃ速いから焦るんだよね。よし、今度は慎重にいこうか。この青ドクロがこの通るレーンをしっかり見ていこう。で、このジャンプで、もう一個ジャンプ。いや、来たで、ここジャンプね。うわ、また大丈夫、今度こそ。いやいやいや、さ最初は難しいって、初見で行くのは難しいって。これいや次は行きます。次こそクリアしてみせます。大体ね、まあ、こういうコースってアウトクロを持ってくるとゴールっていうパターンが多いんですよね、まあ、そういうコースだと思いますからこのまま行きます。そして次左下、よしで次右上、あこれを持っていけみたいな、で右上でこのままおりゃよっしゃゴールでしょ、やったぜあ、かわいいドクロと言ってる。さて次は28位にあったこのコース、あ、シリス・オブ・インディストライって書いてます。まあ全然意味わからないんですけどね、まあなんかトロールってね説明文に書いてたんですよ。トロールコースっぽくないんだけどね、まあ非常に楽しみですね。わかった、これスピランっぽい。時間もあんまないしね、このままダッシュしてジャンプしていけばもういけるパターンみたいな、まあ、そんな感じでしょ。ほらほらほら、まあ、たまにねなんかちょびジャンみたいな、まあこういう時、まあ、ちょびジャンみたいなのもありますけど、ジャンプしたらいけんみたいな、まあ、そういうのがちょっと難しいだけであって、基本的にね走ってジャンプしていけば大体こういうコースいける。多分ここもそうでしょ。ほらほらなんかクリア率の割にですね意外と簡単なような気がします。このままコインの通りに行っていきますか。まあこれ結構反射神経が問われるようなコースだと思います。ほらほらこういう、うわ危ねえいやー70秒しかないんですけど、まあ中間ポイントもあったし、え当たった今で絶対当たってないよね。判定疑惑あります。ちょっとスローで見てみましょう。それじゃあさっきのとこ戻ってきました。この判定疑惑ね、この判定疑惑のとこしっかり避けていこうかいやマジでさっきね当たってないよね。いや絶対当たってないやんこれ。いやまあここが難しい。なんたって判定疑惑だからね。上昇危ねやったーオッケーちょっとスピード落ちましたけどこのままやっていきますか。あこれは簡単そうだね、まあ、判定疑惑 なかったら簡単だよね。このままジャンプしていきます。さっきのところどうやっていくんだろう。ジャンプしないでいいみたいな。ジャンプしたらねキラーに当たっちゃうんだよな。だからそこさっきのところはねジャンプしないでいいと思う。あここやっぱジャンプしないでよかったね。でここもジャンプして渡っていきます。いやいいよ楽しい、めっちゃ楽しい。でよし、あブン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 、ちょっと待ってグッ待って集中しすぎてマジでちょっと喋れなかったんですけれども、非常に楽しいコースありがとうございました。よしそれじゃあ次はこのコースやっていきますか。パイプマニアかっこハードって書いてます。クリア率はね 2% 超えぐらいなんでそんなには難しくないかなって思います。さあパイプマニアハードやっていきましょう。最初にアイテムあるねこれ、アイキャップかアイテムくれると思ったんですけどね、まあこれも結局ジャンプゲーみたいな感じだね。まあなんかとても難しいでランキングコースでよくあるな感じだね。ちょっとうわ危ななるほど、ここはあんまりジャンプしないでいくっていう感じだね。だからこんな感じ、よしオッケー。いや楽しいな、まあ、こういうコースも楽しいね。大体さ敵を踏んだらね大ジャンプっていうのがね基本のコース多いと思うんですけど、ここはね敵を踏んでも大ジャンプしたらいけないっていうコースなんですよ、まあ、それがねちょくちょく来たらね非常に難しいんですけれども、これはどうすりゃいいのこれ。あわかったわかった、このまま右にジャンプしてジャンプ、オッケーオッケーオッケー。ここもそんな感じかな。ちょっと待ってマジでわからん。なるほど、この靴で飛んでいってホッジャンプみたいな待ってさ靴飛んでる靴っていうのはねあんまり履いたことなくて、初めてだったね。ああいうなんかこうギミックを使えみたいな、まあ非常に楽しいですね、まあ、ああいうことがね知れて僕はとても満足です。じゃあわあビビった、やられると思ったなるほどパウブロックでブラパー倒してくれるのか。そして次はまた中間ポイント、あまた新しい靴来ました。これ楽しいよね。ほっいやー新しいまあ、てっきりさ P ブロック踏むと思うじゃんねえてっきりこれ踏むと思うじゃん。踏んだらいけないのかでジャンプみたいな、いやそういうことね。なるほど P ブロック踏んだらいけみたいな、ほい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 楽しい。ここでゴールか。ここは2回クリボを踏んでゴールしろみたいな感じで、ありがとう。この動画が良ければグッドボタン、そしてイオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。